はい、酒好きな俺の飲酒動画、ですが、今回ですね、なぜか、スズメバチ、こちら、多分黄色スズメバチだと思うんだよね。はい。がですね、捕獲したんで、今朝なんですけど、今朝起きて、飯食って、で、窓開けたらですね、なんか知らんけどですね、いわゆる、まあ、網戸の、と窓の間に、ちょうどなんか入っててですね、こいつが。一匹。一匹入ってたんで、あらーと思って。ちょうどいいわと思って、スズメバチの、ね、焼酎漬けとか作りたかったんで、ちょうどいいんで。まあ一匹だけですけど、多分黄色スズメバチちっちゃいんでね。ちっちゃいんで、黄色スズメバチだと思うんですけど。の、まあ酒で漬けてみたいと思います。あ、結構噛んでますね。まあスズメバチは、ね、こうやって捕まえて警戒するとですね、匂いだけを発して、なんだ。他のスズメバチを、こう、こっちに来るように、来るような匂いを出すので、まあこれほっとくと、まあ今蓋してるから多分大丈夫だと思うんですけど、これを出しとくと多分、他のスズメバチも来るんではないかと思われて若干危険なので、まあ黄色スズメバチですけどね、所詮。まあ所詮なんですが。まあ一応ね、スズメバチということで、焼酎でつけようかなと思うんですが、まあ度数の高い焼酎が、こちら、レジェンドの35度。ぐらいしかなくて、もうこれはウォッカとかで、40度のウォッカでつけた方がいいかなと、思いまして、ウォッカか。ウォッカでつけるか、焼酎でつけるか、どうしようかな。でもやっぱ焼酎でつけようかな。ね、せっかくだしね。焼酎漬けつことで、レジェンドの35度でつけますか。いやー、助かった。ありがてえ。個人的に助かるわ。個人的にね、スズメバチの焼酎漬けは作りたくて、たまんなかったんで。ね。もうぶっちゃけ、スズメバチのね、捕獲とかしようかなぐらいの考えだったんで。以前マムシの酒を作りたくて、マムシ酒のためにマムシを取りに行こうかなと思ったんですが、ちょっと俺が、ね、おじけづいてしまってですね、ちょっと、ね、無理だ。ちょっとやめまして、たんですが、スズメバチにね、まあいいや、とりあえず、これぐらい、少量で、ね。まあ、一匹ですからね。こんぐらいでいいでしょう。ね。レジェンド35度で、つけたいと思います。基本的にスズメバチは、まあ、上に行く習性があるから、開けるときが一番怖いんで。こうやって。OK。はい。スズメバチさん。もう死にゆく姿を、とくとご覧あれ。で、多分死ぬときに毒を出すと思うんですよね。
多分ね。まあ、マムシだったらそうなんですけど、おそらく。もがいて死ぬときに、毒とかを出して、まあ、もともとね、体の中に毒が、結局入ってるわけですから。まあ、つけてしまえば同じことではある。で、スズメバチの、いわゆる働きバチではないと、どうやら意味がないという話を聞いたことがあります。働きバチではないとね、うん。なんか、いわゆるオスバチですね。メスの蜂だと、そもそも、なんか、毒を持ってないとかなんとか。働き蜂は、いわゆるこう、偵察隊みたいな蜂ですね。その蜂じゃないとなんか毒を持ってないとか、いうのを聞いたことがあるんですが、どうなんでしょうか。うん。まあこれは普通に巣の、外にこうバーッと出てくるような蜂だったら OK なんですが、まあ多分大丈夫でしょう。もうだいぶ、ほぼ絶命しましたね。なんでここにいたんだろうな。ここら辺に、俺のベランダに蜂の巣があるという可能性が、まああったら怖いんだけど。結局、蜂の巣ごと取ってしまって、その中にいる蜂っていうのを、ね、蜂っていうのをつけても大して意味がないらしいです。結局のところ、そいつらは、まあ、中に、ね、いる、結局攻撃とかの、あれが、ないんじゃない？能力的に。あんまり毒を持ってないとか、そういうことなんじゃないですかね。結局のところ、この毒が、あ、すげえ、針出してますね。毒が問題なんですよね。この焼酎漬け。つけるのにね。毒が、結局、毒がいい味出してくれるんですよ。マムシもそうですけどね。いいですね。いい感じに、説明して、毒の針を今出しながら死んでますね。はい。ね、こんな感じで。まあ、何ヶ月、一ヶ月ぐらい経てば多分飲めるようになるとは思うんですけど。まあ、たかが一匹ですからね。しかもこれもともと色がついてる、これレジェンド、色付きのやつだから。なんかわかりづらいですね。うん。まあ、とりあえず思わぬ収穫でね、俺が飲みたかった。蜂のスズメバチ焼酎が作れてしまったという。まあ非常にありがたい。非常にありがたいですね。まあということでね、これはまあ、ね、記念にね、うん。まあ、インテリアにでもしときます。それでは、ご視聴ありがとうございました。